あと16個。共振マシンフレーム1個作るのに23分かかるから、だいたい6時間ぐらいかかるか。さすがに時間かかりすぎるな。やっぱ耐えられない。こんにちは、若葉です。前回アプライドエネルジックス2の実績を解除するためにいろいろ下準備をしていました。その中でビルドクラフトのレーザー加工台のレーザーの部分を追加したのですが、やはりこれだけだと足りなくて結構時間がかかってしまいました。ということで今回はレーザー加工台を一旦撤去して、レーザーを限界まで増設したレーザー加工台を作ろうと思います。では、まず、レーザー加工台にレーザーが届く範囲を調べておきたいと思います。とりあえず、地面から3マスほど離して、加工台を設置して、これを中心とした距離を調べたいから、わかりやすく羊毛を並べてみて、じゃあ、横方向の距離を測るために、電動管を適当に伸ばして、レーザー加工台から1、2、3、4、5、6、7、8、9、9マスほど離れたところから実験してみようか。で、レーザーを置いて、適当に何か指定して、で、この状態で届かないので、9マスはダメ。次は8マスも届かない。7マスもダメ。6。これで5マス。で、5マスでやっとレーザーが伸びる。横の範囲は5マスずつ。で、縦が、縦6マスじゃダメ。やっぱり縦も5マスかな。縦も5マスだ。角はこの部分までいいらしい。1、2、3、4、5。で、1、2、3、4、5。とりあえず横と角側の範囲が分かったので、今度はレーザー加工台より下向きに設置した場合は？あ、ここからでもいけるのか。あ、いけるじゃん。下方向もいけるのか。ダメだと思ってた。めんどくさいから、台の方を上げてしまって、どれぐらい下から照射できるか。1、2、3、4、5マス。やっぱりこれも5マスか。もう一段上げてレーザーを設置したら、割と真下からでもいけるんだ。じゃあ、これを横に伸ばして、ほぼ真下。あ、貫通するんだ、これ。じゃあ、この、
レーザー加工台の下にインターフェースを設置しても貫通するってことだよね。ということは、つまり加工台を中心に 11×11×11 の範囲でレーザーが増設できるということですか。ほぼワンチャンクか。じゃあここに作るか。電動管 1,2,3,4,5,6 これを中心として、1,2,3,4,5 1,2,3,4,5、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で続き下部分を拡張していって、角にレーザーを置いて、ここが真ん中だよね。1,2,3,4,5とりあえず6段目に試しに置いて、テッセラクトを接続してここまでいける。7は向きでしょ。ここが範囲の中心だ。あれ？ああ、出るか。ここが範囲の中心ね。縦に伸ばして、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。とりあえず12設定して、ここまでね。とりあえずここまでレーザーを引き詰めました。重くなるかなと思って、だけど結構 30fps ぐらいは出てるので、そんなに重くならなかったですね。こんな感じで単純なものですけど、ではこの状態で何か発注するとどんな光景になるかちょっと見てみましょうか。はい、来た。今一瞬来たな。あ、一瞬で終わった。そっか、これじゃあ一瞬で終わっちゃうのか。じゃあ共振マシンフレーム、これを作ってみましょう。うわ、ん？マジで？うわ、あ、来た。あ、さ、エメラルドチップか、さっき作られたの。こんな感じで、おびただしい数のレーザーが、
これで 21,320。 やっぱ早いね、ここまで引き詰めると。これでも29とかそのぐらい FPS は出てる。あれ試すか、これを試してみましょうか。昔アイテム缶を大量に使った時、異様に重くてこれがスムーズに動かなかったんですよね。まあ、ちゃんと動いてるみたいなので、ワールドのチック更新はスムーズに行われてるみたいです。じゃあここも塞いじゃって、ここまで大量の電動管をつなげると、さすがに設置するとき一瞬重くなりますね。これで全部埋まったかな、入り口以外は。よし、これでほぼ全面埋まったので、また強振マシンフレームを発注して様子見るか。わあ、今エメラルドチップが流れていくのを見た。来た。目に痛い。で、これで 23,960RF。 ここまで来るとさすがに早いですね。タイマーを用意したのでちゃんと測ってみたいと思います。とりあえずレシピを一回消して、マシンフレームを発注して、材料が入ってきたので、これをクリックすると加工が始まります。じゃあタイマーを動かしてすぐにこれをクリックする。動かした、クリック。どのぐらいかかるかな。1分はかかるか、さすがに。3、4、これで半分で50秒。1分。2分かからないぐらいか。1分半。8、9。1分40秒ぐらい。だいたい。前回は23分ぐらいかかってたので、だいぶ短縮できましたね。これは作った甲斐があった。じゃあ残りの刻印機16個を発注すると、あれ、緑色になってる。レッドストーン電動管じゃダメだったらしい。1万6千ぐらいか。まあ、さっきの半分以上は出てるから、だいたい3分で1個作れることになる。
まあいいかこれで。やっぱりレーザーが起動してると重くて地図が消える。右上の地図が一瞬消えた。でもこれは問題ないんだよな。加工が終わってるのにエフェクトが消えない。思い出したんですが、電動缶への供給が追いつかない問題って、これ、テッセラクトからの供給面を増やせば解決するんじゃないかなと。こんな感じで、あ。こんな感じで増やせば、供給が追いついたりしない。ああ。やっぱりそういうことですね。昔こんなことがあった気がする。これで安定してレーザーが動くようになる。ということで今回は最大サイズのレーザー加工台を作ってみました。これで刻印機が45個完成したので、次回からは増やした機械を設置していこうと思います。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。